長島農園の長島克美さんのハウスにお邪魔しています。今日はよろしくお願いいたします。はい、よろしくお願いします。まず目の前に飛び込んできたのがこちらのお野菜。はい、初めて見ました。まあもうこれはスイスチャードっていうんですけど、まあこれ自体はもう棟立ちしちゃって、もう収穫の終わりの時期になるやつなので、収穫本当にちゃんとしてるのはこういうふうに下の方にあるやつです。色鮮やかですね。そうですね、だいたい6色とか7色ぐらいあるんじゃないですかね。そんなにあるんですか。はい、例えば赤黄色と続きまして、はい、紫、あとピンク、白、あと濃い紫、あとまあ栄養価もすごく高くて、ヨーロッパなんかだとほうれん草の代わりに食べられている野菜です。取ると分かるんですけど、よいしょ。スイスチャードってこうやって軸がすごく太くて綺麗なんですね。立派ですね。はい、葉っぱとこの軸の食感を楽しむためにうちの方はだから注文が来ています。スイスチャードはどのように収穫するんでしょうか。はい、まあここら辺にいっぱいあるんですが、こういうふうにもう葉を下に向けて書くような形で収穫します。一つの束になったスイスチャードもまた華やかですね。そうですね、こうやって見ると綺麗ですよね。色とりどり。これがストロベリー風味です。ストロベリー風味。はい、でこれがバニラで、これかじってもらうと、これが一番わかりやすいがレモンの。本当ですか。嘘です。ですよね。長島さんのおすすめの食べ方は何でしょう。卵焼きの中に混ぜ込んでしまうだとか、あとはそれこそ本当にキッシュの具として、その色も、あとこのもちもちっとした食感、葉っぱの緑の部分の食感がすごく美味しいので。他にもどんなお野菜を育てられてるんですか。あちらの方にある、ビーツなんかも作っています。たくさんのお野菜がありますもんね。これはどこにビーツがあるんでしょう。はい、じゃあちょっと抜いてみましょう。いいんですか。よいしょ。はい、おー、早い。赤い。そうですね、中切ってみるともっと真っ赤な血のような赤のビーツになってます。中まで赤いんですね。はい、向こうで切ってみましょうか。はい、はい、さあビーツ洗っていただきましたけれど、はい、より赤が鮮明になりましたね。はい、これを切ってみるとどうなるか。こうなります。うわー、くれないですね。ボルシチなんかに使うと、もうこのぐらいの量だけで一鍋、日本人の 3,4 人家族が食べるボルシチが全部真っ赤になります。へー、ビーツを作る上で、はい、工夫されている点ですとか大切にされているところってどういうところですか。そうですね、やっぱりだから、まあ、ビーツに限らず野菜作りにはやっぱり土作りっていうか、その産地に近い土、要はヨーロッパ地中海沿岸の、土に似たような状態に、土を作り込んでいくっていうのがやっぱり一番の特徴かなとは思います。まあでも横須賀でもだからそういうふうに土を工夫することによって、たくさんいろんな種類の野菜を作るっていうことが可能だと思います。こちらのエリアに来るとなんだか香りが違ってますね。そうですね、ここにはもうハーブで有名なディルっていう、はい、ハーブが植わっています。まあこういうふうに触ってみて移り輪を嗅いでもらうと、本当だ、キュウリのピクルスの香りがしますよね。爽やかな香りがします。はい、じゃあ続いてはこちらのハーブ、なんていう名前でしょう。はい、これはフェンネルになります。はい、こういう株のような。本当だ、下の方が株になってるんですね。はい、甘い。甘いですよね。はい、お砂糖みたい。はい、フランスなんかではこれを甘味料の代わりとして甘み漬けに使ったりもします。そうなんですか。はい、果物なんかの中でもオレンジがすごく相性が良くて、オレンジを角切りにして刻んだものと、このフェンネルの刻んだものをあえて、あともう塩コショウだけで食べるのもすごく美味しいです。味なのか想像がつかないですね。まあだからサラダですね。今日から実践したいと思います。はい、よろしくお願いします。長島さん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。